こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアルチです。今日一緒に勉強したいと思った曲は INI のロケティアです。ピューこれから一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラームしてよろしくお願いします。基本的な説明です。名前は INI と活動は2021年からしました。事務所とレーブルはラポネエンターテインメントです。このグループはオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2から誕生したグローバルボーイズグループです。グループ名の I&I はプロデュース101ジャパンシーズン2から出会った僕たちとあなたをつながり合う I&I になります。この曲の説明です。ロケティアの実用的な意味はロケットの収集とかパイロットなどを意味します。この曲は来月の11月3日にリリースするデビューシングルアルバムA の活動曲ですけど、この活動曲が番組と同じようにファンの投票の結果で決定されました。それで今日の観戦ポイントはこのグループがまだデビューの前なのでデビューの後の姿を期待しながら見たらもっといいと思います。では行きまーす。이제아이돌처음시작하며교복부터시작하며아진짜나새우구다진짜잘생겼어그니까잘생겼어오이런사운드진짜오랜만에들린다약간노래들어보면원래약간기획사에서아예처음부터만든아이돌들은저음고음중음이렇게다나와져있고요다서브보컬이나메인보컬이나와져있는데근데이뭐냐오디션방송에서탄생한그룹들은다메인할수있는능력이없으면뽑히지는못하잖아요아맞아맞아그래서약간조금다른것같아요색깔곡의색깔이다른거약간무조건저음들어가는그음악원래 K-POP 들무조건저음을들어가던데저희이런 INI 같은그룹은다높고다이빡센그실력이이미보장된그쵸그쵸그쵸그많은사람들중에딱추린거잖아지금아우다멋있어춤도다잘춰완전춤추는사람이맞는것같은노래아맞아딱들으면은춤추고싶은약간리듬춤을위한이렇게리듬이좀박세있어있어야지고맙겠지목소리진짜멋있어자어떤춤을해야되는지그약간처음부터생각하고만든것같아요춤이보니까한국분이하셨더라고몬스터 X 랑많이하셨던진짜유명한안무가가춤짜주셨더라고이번에그 K 콘에도나왔더라고요한국에서한그 K 콘그래서한국에서이제막뭐브이로그같은것도찍고그래서한국팬들도꽤많이보여우리되게중독성있게잘만든것같아이곡도결국에팬들이추첨을한거잖아요그래서투표를해서투표를해서이곡을메인곡으로해주세요라고된거라서그런진진짜매력을잘보여주게끔잘만든것같아요댄스브레이크도 진짜쉽지가않잖아저만의인원수를다맞춘다는게가나요
진짜 かっこいいですよね。本当にかっこいいですよね。今まで見た MV と全然違う感じで、うん、セットをちょっと大きくて、うん、いろんな背景で変わったりして、本当に最近の MV だと思われる MV だと思います。そうですよね。アイドルがなんか最初生まれた時には、誕生したというかな、うん、誕生した時には 90% くらいは男っぽいに行きます。次がソフト、なんか可愛いっぽいに行って、最後がまた大人みたいのアイドル行くんだけど、最初する理由は、これでなんかパンたちが、うん、いや、なんか喜ぶんじゃないかななんか思ってました。それでインタビューでデビューしてから1年後の完全に違う、全然違う僕たちの姿も期待してくださいっていうインタビューも見ました。パンダチがこれ決めたはちょっと男っぽい、うん、だって顔はめちゃくちゃかっこいい、可愛い顔で男にするとなんかこれが反対魅力が見えるから、もっとなんかギョンするんじゃないかなと思います。しました。あ、しました。ギョンしました。普通になんか普通のポップスに使わない楽器とかアレンジを使った感じがしてて、なんかぶっちゃけ聞いてみるとなんかリズム帯とかベースしかないんですけど、ですよ、なんかパッドの後ろにある音もあるんですけど、それを全部埋めるぐらいのこういうかっこよさがすごかった。あ、そう、 BTS のジミンとやっぱり似合ってる。ブリッジことしか言ってないんですけど、さすがブリッジ다음에는이렇게ポッチャン잠깐텀줬다가빵치는우리항상리뷰할때쓰는그잘찍었다되게신나갖고한번더듣게되는것같아요그러니까진짜신나게잘만들었어뭐야끝났어헐키오どうでしたか完璧なアイドルが誕生したと思いました。最後に音楽がなんか MV が終わった時にどこでもかっこいいなぁとなんか思って、もう一人一人の魅力が 100% くらいの人たちが全部集まって完璧なアイドルが誕生したと思いました。さっきグループ名を言った時、うん、INI の N がネットワークつながる感じでしたけど、僕も INI さんとつながりたいです。早くつながりたいです。ビデオの色彩も踊りとかダンスもこの INI というアイドルグループにすごい似合ってると思って、うん、ぴったり合ってると思いました。本当にこういう一人一人の魅力をちゃんと活かせられるものがたくさんあって、すごいと思いました、うん、なんか踊りだけの音楽じゃなくてなんか見る楽しさもあったっていう MV でした、うん、すごかったです。お腹からどんな音がよ音楽が聞いてきて、イモ、イモちょっと大きいのなんか盛り上げて驚きました。あ、僕はめっちゃかっこよくて、あ、なんか驚いたんですけれど、リュウコを追うのはちょっといいんだけど、僕が好きな日本の音楽、日本のバンドサウンドのアイドル系の音楽がちょっとなくなって、それはちょっと残念だと思いました。けれどめっちゃかっこよかったです。今日もたくさん勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。この手で開く新しい世界。